日本昔話、貧乏神と福の神。昔昔あるところに、働き者の弟お母が住んでいた。働き者なのに、どういうわけか、二人はとっても貧乏だった。うちはおんぼろ、着物はボロボロ、いつも腹ペコ。働いても働いてもお金がたまらないんだ。ある年のこと、もう暮れも押し詰まったので、大掃除でもすべえと思ったお父が押し入れの戸を引っ張り開けてみると、おや、狭い真っ暗な押し入れの奥からへんてこな音が聞こえてくる。ぐー、ゴロゴロ、ガー。ゴー、ガラガラ、ピー。中を覗き込んだお父はびっくり。見たこともない痩せたじいさんが一人、押し入れの奥でいびきをかいて寝こけているじゃないか。いえ、こりゃあたまげた。これじいさん、お前は誰だ？そんだらとこで何しとる？お父が尋ねると、じいさんはむくりと起き上がって、不機嫌そうにこう言った。わしゃ貧乏神だ。お前んちは居心地がええで、もうずっと厄介になっとる。せっかく気持ちよく寝とったのに、邪魔せんでくれや。気のいい夫は、これはご無礼いたしやした。と慌てて押し入れの戸を閉めてから考えた。待て待て、謝っとる場合じゃないぞ。うちに貧乏神が住みついとるとは知らなんだ。どうりでちっとも儲からんわけだ。貧乏神が居座っている家なんてごめんだと思ったお父は、こっそりお母に相談して、その家から逃げ出すことにした。二人が慌ただしく引っ越しの準備をしていると、押し入れの奥から、わさわさ、もさり、と妙な音が聞こえてきた。それだけじゃない。しわがれ声の鼻歌まで聞こえてくる。わらなえなわなえばらじなえ。ついてまいるどどこまでも。押し入れをのぞいた弟とお母はポカンと顔を見合わせた。貧乏神のじいさんがわさわさもさりとわらじを浴びながら鼻歌を歌っているじゃないか。もし、貧乏神さん、何してなさるんかの。お父が恐る恐る尋ねてみると、貧乏神のじいさんはにっかり笑ってこう言った。おめえらが引っ越しするっちゅんで、わしもついていこうと、旅支度のわらじを編んどる。じき仕上がるで、もうちと待ってくれや。これにはお父もお母もがっくり来てしまってね。しょうがないから引っ越しを諦めたんだって。貧乏神がいるもんだから、相変わらず暮らしはちっとも楽にならない。そうするうちに一年が過ぎて、また年の暮れがやってきた。するとどうしたことだろう。押し入れの奥から貧乏神のじいさんの泣き声が聞こえてきた。弟お母が覗いてみると、押し入れの中でじいさんがおんおん泣いている。もし、貧乏神さん、なしてそんなに泣いとられるんかの。弟が恐る恐る尋ねてみると、貧乏神のじいさんは鼻をすすりすすりこう言った。今度、この家に福の神がやってくることになってな。わしは出ていかんといかんのじゃ。せっかくなじみになったお前たちとも、もうお別れかと思うと寂しゅうてたまらん。これを聞いた弟とお母は、すっかり貧乏神が気の毒になってね。思わず引き止めちゃったんだよ。
どうぞなかんでくださいや。そんなにうちが気に入っとるなら、いつまでもおってくれたらええ。出ていくことなんかいらんから。そしてとうとう大晦日の夜、福の神がやってきた。福の神はでっぷり太った威張りんぼのおじいさんでね、入り口に突っかえそうになりながら家の中に入ってくると、貧乏神の姿を見つけてしかめっ面になった。こりゃこりゃ貧乏神、まだここにおったんか。わしが来るまでには出て行っておけと言うたはずじゃど。さあ、はよう、とっとと失せろ。いや、わしゃ出て行かんぞ、と貧乏神が必死に言い返した。わしゃこの家が好きなんじゃ。これからもずっとここで暮らすんじゃ。あんたの方こそ出て行ってくれや。そうじゃそうじゃ、出て行ってくれ、とうとうも応援する。出て行け、それ行け福の神、とお母も声を合わせる。貧乏神とおとうとお母はみんなで福の神を追い出しにかかった。出て行け出て行け福の神、出て行け出て行け福の神、そう口々に言いながら貧乏神が跳ね回る。おとうがほうきでそこらを吐き回る。お母ははたきで家中をたたいて回る。なんちゅうたわけた者どもだ。福の神は呆れ果てカンカンになって叫んだ。そりゃそうだよね。今まで歓迎されることはあっても、出て行ってくれなんて言われたことはいっぺんもないんだから。こんなうちわしゃもう知らん。怒った福の神は地団駄を踏んでプンプン怒りながら出て行ってしまった。万歳万歳、福の神を追い出した。大喜びの三人がふとうと口を眺めると、そこには福の神の落とし物が転がっていたんだよ。うひゃー、こりゃたまげた、驚いた。こいつはうちでの小槌じゃないかいな。貧乏神が目を丸くする。弟とお母はポカンと顔を見合わせた。そりゃ一体何ですかい？と弟が尋ねると、貧乏神が教えてくれた。うちでの小槌とは、つまり福を打ち出す宝の小槌のことじゃよ。この小槌を振って願いを唱えれば、欲しいものが何でも出てくるんじゃ。福の神どん、結構なものを落としていきよったわい。どれ、早速小槌を振ってみようかい。さあ、それから貧乏神と弟とお母は欲しいものを次々に唱えながら、小槌をてんこてんこと振ってみた。もちでろうてんこてんこ、酒でろうてんこてんこ、ごちそうでろうてんこてんこ、晴れ着でろうてんこてんこ、火鉢でろうてんこてんこ。するとまあ出てくる出てくる、もちだの酒だの魚だの味噌だの布団だのがどんどん出てきたものだから、おかげで弟お母と貧乏神はいい正月を迎えられたんだってさ。そうしてね、それからあともこの小槌のおかげで、弟もお母も裕福になってとても幸せに暮らしたんだって。え、貧乏神はどうしたのかって？貧乏神はね、おいしいごちそうをたっぷり食べて、ふっくら太って、いつの間にかこのうちの福の神になったんだよ。そして今でもお気に入りの押し入れの奥でぐーすかぐーすか眠ってるんだってさ。